スのマフラーの交換をやりたいと思います。はい、今ついてるマフラーがですね、TRD が出しているハイレスポンスマフラーっていうものなんですけれども、ちょっとね車買った時からついてたんですけども、ステンレス、でできてまして、かなり大きな太鼓がついてます。はい、で出口がね相当低いんですよこれ。はい、車高を下げると結構こすりまくるので、あと出口がでかいのでちょっと僕の好みじゃないんですよね、見た目上っていうのと、あとエアロ前提のマフラーなんで、エアロのついてないこの車だとバンパーからこんな隙間があるんで、ちょっと見た目上良くないっていうのと、あとねサーキット走るんで、この MRS っていう車、リアオーバーハングに、重たいものがあると振り子の原理で、車がね安定しないので、今回交換するマフラーがこちらです。はい、この焼け加減を見てわかるかもしれないですけども、今回買ったのは、テクノプロスピリッツというところの、ショップ製の、フルチタンマフラーですね。はい、めちゃめちゃ軽いです。はい、小指で持ち上がっちゃいますね。はい、交換していきます。はい、まずバンパーをね外しましょう。はい、はい、バンパー外れました。次は、遮熱板、これですねを外します。はい、マフラーこんな感じです。 TRD のはこれがフロントパイプなんですけれども、ちょっと黒くて見えないですねこれがフロントパイプなんですけれども、触媒ですねが、上に立ち上がってこう入って、ここになるでグニャグニャグニャってなって、こっからこう出てくるっていう、レイアウトなんですけれども、今日交換するマフラーはですね、こっから入ってこっちから出てきてここで出てくるっていう構造なんで、ちょっとねこの、オイルクーラーのフィッティングとかがちょっと心配なんですけれども、まあ臨機応変にやってみたいと思います。はい、まずこれ外しますかね。はい、で釣りゴムを外すときなんですけれども、潤滑剤を使います。クレ556ですね。これを、ここに塗っておいて、プライヤーですね、本当はウォーターポンププライヤーとかいうでっかいやつがあればいいんですけれども、はい、ここで噛んで、はい、グッと、はい、これで抜けますんで、これが一番簡単だと思います。はい、はい、とりあえず、仮合わせしてみました。予想通りね、このエレメントの移設ブロックが、マフラーのパイプにジャストミートしたので、横にずらすことにしました。もともと汎用品なんで、ステイでね延長してやればいいだけなんで、はい、特に問題はなさそうです。はい、あとマフラーが純正は左出しなんですけど、このマフラー右出しになるので、こういったね、ステイをちょうどここにスタビの固定ボルトがあるので、多分これにとも締めしてこういう風にくっつけるのかなと思います。はい、はい、とりあえずなんだかんだつきました。でつけ終わったらですね、ステンレスとかチタンのマフラーは熱が入るとね焼けて、ああいう風に模様ができるんで、
必ず、手垢を拭き取りましょう。はい、手垢とかオイルとかがついてるとその模様が、熱が入って全開で走った後にくっきり残りますんで、取っといた方がいいかと思います。記念にね、手跡残したい人はポンってやれば残りますんで。はい、無事つけ終わりました。で、出口はこんな感じですね。すごくいい感じです。近すぎず遠すぎず。あとね、出口が細いんで、この外見フルノーマルの車にはすごくよくマッチングしてます。はい、音量上がりましたけども、かけるときだけですね。アイドリングは結構静かです。はい。あとまあ僕は暖気しないで出発する派なんで、はい、まあどうせ朝毎日渋滞にはまるんで暖気してもあんま意味がないんでね。はい。でもね、回転をあんまり上げずに静かに走りたいと思います。はい。こんな感じです。